週から後期に入りました日本サッカーリーグ、首位を行く読売クラブ古川電工の試合をお伝えしてまいりましょう。22試合のうち残り10試合となりました日本リーグ、読売は日産に初めて土をつけられましたが、その後は2連勝と依然好調をキープしています。一方の古川は目下連敗中、開幕から引き分けが続いたのもたたって現在10位という位置にあります。今日は日本サッカー協会協会員で代表チームのコーチもしていらっしゃいます、落合博さんの解説でお伝えしてまいりましょう。落合さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それにしても今日は本当に大歓声の中での試合、すごいですね、この歓声もすごいですよね、本当にね、この観衆そして歓声にふさわしい試合を期待したいと思うんですが、はい、多彩な攻撃の読売、そして堅い守りの古川の対戦になりました、はい、今日はどんなところに見どころを置かれますか。そうですね、今おっしゃられましたようにですね、読売の場合には高い個人技をベースにした多彩な攻撃ということだと思うんですよね、はい、それに対して古川の方がですね、今ちょっと調子は落としてますけれど、前線の方からですね、本当に一生懸命守るという守備ですね、この固い守備、多彩な攻撃と固い守備という戦い、うん、一言で言えばですね、そういう戦いになるんじゃないかと思いますけどね。こちらが古川電工、そして今映りましたこちら緑のユニフォームが読売クラブ、トスが行われまして、前半は読売が右から左、そして古川が左から右に攻めます。今日は主審が曽川雅弘さん、国際審判員、ラインズマンが岡田雅義さんと松澤誠さん、この3人で試合が進められてまいります。まもなくキックオフになります。こちらが曽川雅弘さん、今日の主審です。開始前から大変な歓声になっています国立競技場。曽川さんの笛が今吹かれまして、いよいよキックオフ、いきなり打っていきました。立ち上がりキックオフから出てきましたね。そうですね、今打ったのがですね、牧野君なんですけれど、試合前に川本監督に話を伺いましたら、牧野君のいいところというのは右足のシュートだという話してましたんで、始まってすぐ見せてくれましたですね。そうですね、はい、何かその古川の今日はやるぞという気迫を、ね、はい、そうですね、感じるような、まずキックオフからの一打でありましたが、これはもう今のは完全に川本監督からのですね、指示だと思いますね。なるほど、はい、どうですか、多彩な攻めでは攻撃力では読売有利と、見られますけれども、その古川が今日読売に勝つためにはどんなですね、はい、ことが必要になるのか。古川の場合にはですね、先ほど申し上げましたように前線からの速い守備ということが特徴なんですけれど、それはやはりこのゲームでもですね、絶対に続けなくちゃいけないと思うんですよね、はい、でそういう中で必ずビッグチャンスというのはあります、はい、ですからその時にですね、確実にこれ決めるんですけれど、監督の川本さんに聞きましたら、今日はもう思い切ってシュート打てと、はい、いうことでいきますと、ね、いう話してましたので、はい、さあ、チャンスですね。左から折り返してヘディングは合わせられません、はい、惜しいですね、今のね、はい、そういう思い切ったシュートが出れば、もしかしたらという感じはありますですね。なるほどね、はい、積極的ですよね、今の見てもね。メンバーをご紹介しておりますが、ゴールキーパーが菊池、そしてディフェンダーは三浦康俊、加藤久志、堀池、津並、ミドフィルダーは加藤由秀、今日はペリクレスが警告3回で出られません。そしてラモス、バウテル、フォワードが武田、小塚、三浦というスターティングメンバーです。ラモスが水曜日の練習中に左足のふくらはぎを痛めておりまして心配されましたが、練習には参加しておりません。今日は大事を取って休んだ後で今朝出ることにしたということであります。一方の古川電機の方ですが、ご覧のようにフォワードが美濃口と牧野が今日は先発です。そしてミドフィルダーが吉田、キャプテン、後藤、菅野、江尻と続いていますが、さあ武田が行った、武田が行った、ユミューリー、さあここからシュートが出るか、小塚が行った、小塚が出る、小塚が出る、バウテルがゴール前にいるか、ゴールキックに変わり、はい、今日は両チームの選手のこの動きについて大観衆からわーっという声が起こっていますが、すでに3万はおそらく超えているのではないかと思いますが、東京国立競技場、和田さん、はい、秋山さんですね、はい、その今日は古川のファン感謝デーということで JR 東日本とも協力しましてね、
はがきを出したり、そして社内広告を出したりしまして、これだけの人が集まったんですけれども、今外に出てみましたらね、はい、あの千駄ヶ谷の駅からまだあの列が続いてますね。おー、これからもあのバックスタンドの方 も上の方までずっとお客が入ってきたでしょう。正月 あの天皇杯の時よりもこれは入ってるなという関係者の話ですね。そうしますとまだこれからどんどん増えてくる、はい、ということですね。まあ、これまで4万1000人というのがあの最高記録ですが、はい、まあ、それに迫る、そしてそれを超えるという可能性も出てきてますね。そうですね、4万1000人は1989年の2月、同じこの東京国立競技場でヤマハ西さん、そしてそれに次ぐ4万人という記録がありますが、三菱とヤンマーの1968年の11月の試合、この時は今私の隣の解説の落合さんもこの国立競技場でプレーされてましたね。そうですね、はい、あの時にはメキシコオリンピックが終わって、でサッカー一つのブームになってましてね、スーパースターの鎌本さんとそれから杉山さんがいましたからね、はい、まあ、そうしたそのサッカーブームというものをまたこう再構築していこうというね、そうですね、そういう一つのこう動きが早くもこう見られるようになったというのは、そうですよね、サッカー界の方にとっては嬉しい、いやもう本当嬉しいですよね、今のお話でもまだ千駄ヶ谷の方からですね、国立競技場に向かっているという話聞きますと、やっぱりそれ聞いただけでもワクワクしてきますよね、はい、牧野が持った、牧野が持って、あ、いいですね、さあ、上げた、よし、ヘディングシュートー、今のはいい形でしたね、いきました、ミノムチのボール、はい、そしてヘディングシュート見てみましょう、これ、いや、真正面でしたけどね、正面でした、はい、あのこの牧野くんがですね、もう見なかったですよね、見ないであそこへ出せばもういるんだという感じで蹴りましたよね、はい、それが良かったですね、今のはタイミングとしてもね、はい、もうぴったしのぴったりのタイミングだったんですが、しかしキーパーの正面でした。前半の終了間際のチャンス、ここで手が鳴りまして前半が今終了しました。前半45分を経過して両チームとも得点なし。それではその読売の強さがの、まあ、秘密といいますかね、はい、どの辺に強さがあるのか、過去2試合のですね得点シーンを振り返りながら、見てみたいと思うんですが、まずあの2月17日の松下との試合、はい、4-0 ですね、4対0で勝ちました、はい、試合ですが、ご覧いただきたいと思います。これ前の週に西さんに敗れて初の黒星を喫していたんですが、戸塚から武田、そして三浦、はい、和義が決めました、まあ、この三浦の加入が非常に大きいですね。そしてこれがこちらは松下ベンチですが、三浦康俊からラモス、これも、そうですね、三浦突っ込んでいたんですね、はい、これはもう悔しがりを、はい、残念がってますけどね、はいはい、その三浦の観客へのアピール度というものもね、そうですね、素晴らしいものがありますよね、はい、これが武田君がいいプレーしたんですよ、はい、戸塚から武田が前線を突破して、はい、これはね、はい、もう出ますよね、ここで武田君がですね、はい、右足で止めてですぐ蹴ってますでしょ、右足で、このプレーは本当高度ですよ、はい、止めて、そしてその後の、そうですね、早いという、早かったですからね、はい、そして3点目ですが、はい、これもですね、これはもう戸塚君ベテランの味を本当に出してますね、戸塚ペリクレス、戸塚と渡りました、はい、これが武田君がセンターリング、ラモス君が絡んで後ろで戸塚君と、こういう感じですよね、ラモスがスルーして、はい、そして最後戸塚が決めました、はい、4点目、この辺のコンビネーションの素晴らしさというのも、いやもうこれはもうやはりすごいですよね、でそれぞれですね、はいはい、一人一人が特徴を出してますよね、で23日対 NKK 戦、先週ですね、はい、3対1で勝った試合ですが、前半読売押され気味だったんですね。前半のシュート数では NKK が10、読売が3ということで、もうこれは前半 NKK の完全なペースでした。そして0対0のまま勝負は後半に行きます。1点目、均衡を破ったのは読売でした。ラモスから戸塚、そしてラモス、このヒールキックで折り返してのね、はい、すごいプレーですよね、これ、まあ、これはもう本当に、試合前にですね、はい、試合前に三浦君にこのプレーを聞きましたら、もう集中力だと、そうでしたね、いう話していましたよね、もうあの時のインスピレーションみたいな、ね、はい、ね、ことだったというふうに言ってましたが、練習してできるもんじゃないと言ってましたが、はい、まあ、一方 NKK も及川からのセンタリングを受けて、今8番この田村のシュートで一矢報いたんですが、はい、まあ、それまで
まあ、結局この後も読売は藤吉のゴールで1点を追加して3対1で、まあ、勝負をつけました。中にそういう場面があるからと伝えてあるというふうに、ね、おっしゃってましたが、さあ笛が鳴って後半が始まりました。今度は右から左に古川が攻めます。メンバーの交代は前半と交代はありません。後半に入っても古川が相手陣内に入っていい形で試合を締めています。キャプテンの後藤からヘッドのシュート、頭を抱えた美濃口、そして手をパシーンと叩きまして悔しがります。やむなく出ちゃうということなわけですよ ね、で、あくまでもそれで監督のこれですね、細かいパスを使いなさいという話はしてましたですね。だからもう一度ラモス、出てきて入った。戸塚があるいは合わせてましたか、どうなんですかね。ラモスが左から打っていきました。後半の6分、ここ、ね、はい、ここでいいパスが出て、ラモス君よく頑張りました。ラモスが打ってちょっと分かんないですね。あ、もう一回やりますね。武田からのボールを受けてラモスが上がって、そしてセンタリングですね。あ、はい、古川の選手ですかね。そうですね。最後は古川の誰だったでしょうか今。まあね、まあですけど、なるほど、いうことの違いがあるわけですよね。はい、三浦は戸塚、戸塚から小さく出して三浦、あ、加藤芳幸狙っていきましたがこれは左にそれました。ここで読売にメンバーチェンジ、あ、やはりラモスが退きます。そうですね、ラモスが退いて菊原が入ります。和田さん、はい、その菊原ですがね、先ほどあの、ウォームアップ中にカルロス監督が直接そばまでやってきましてね、肩を抱くようにして本当に気合を入れるようにしてね、指示を与えて今送り出しました。あ、そうですか、はい、その菊原が今戦列に入りました。16番のこれが菊原、バウテルから武田、中央にアンチュードを使った、武田出たシュート、入りました。これは完璧ですね。完璧なゴールでした、はい、武田、これは読売らしい、本当素晴らしい点です。はい、後半29分、読売武田のゴールで2点目。いやー、パスのタイミングも良かったし、シュートもこれですね、これワンツー、はい、ワンツーですね、はい、で、この武田君の浮かしたシュート、はい、もうこれは読売ですね、本当にね、綺麗です。もう一度見ましょう。ここでワンツー浮いたボールを、はい、綺麗ですよね。このシュートがまたいいです。はい、はい、アウトで浮かしてますよね、はい。はい、こういう時はどうしても思いっきり蹴りたがるんですけれど、なるほどね、思いっきり蹴ると気分はいいんですけど、ゴールキーパーに当たっちゃうんですよね。今の有利ペースになりかけていた試合が、ね、この2点目で一層このね、はい。さあ、三ノ口から越後シュート。ユーラン体を張りました。ゴール前、ボールが浮いている。ね、トラップして坂倉、一人合わせてシュート。三ノ口、ダメ。もう一度シュート。三ノ口、入らない。惜しい。もうビッグチャンスでしたけどね。4万人の観客がわーっと揺れました。今のプレー。体を張って、これ三浦兄がからのクリアしたボール、そしてここに出てきて。坂倉が落ち着いてね、はい、いいボールを出して、そして打ってからリバウンドもう一度打って、ですからこれはあの監督はですね、はい、あの古川の方ですね、シュートのチャンスあるんだけれど入らないと、こういつも言ってるんですけど、本当そうなんですね、今なんかも当たってないんですよ ね、ちゃんとね、はい、コーナーキック、それで後半4本目、アルテス監督に見つめます。三浦が蹴ります。出て、ヘッドで合わせた、ダメ。今のはいいボールでしたよ、はい、加藤久志でした。あー、ボールも良かったし、もうそうです、ボールも良かったし、加藤君もですね、私代表で一緒にやったことあるんですけど、加藤君が攻撃のコーナーキックの時ですね、あそこのニアサイドに入るといいヘディングシュートするんですよね、はい、今のもいいシュートだったんですがサイドネットでした。2対0と前後半、おっと3点目、どうした下川、
しいですね。ちょっと風の影響が当然あったと思うんですけどね。バレですかね、返したのはね、古川に帰ってきた長いプレー。三浦がヘッドで、加藤義行ですね。あは、加藤義行も風で流れたと、そうですね、ちょっとね、風ですね。下川が、まあ下川君には忘れられない1点になっちゃいましたけど ね、 ね、風がだいぶ吹いてますよ ね、今日はこの、今読売サイドからこの古川ゴールに向かって風が吹いておりますが、そうです、なるほどね、それはだからいいようにですね、つなげればね、はい、そういうことです、はい、さあ右サイドから江尻二ノ口、そしてもう一度江尻ゴール前に牧野、さあ一人やった、シュート、入った、いいボール、いいボール、越後が決めました、ね、今日途中出場した越後、3対1、1点返しました。得点を期待して川本監督が送り込んだ、はい、いいボールですよ、はい、越後も本当よく抑えましたよね、あれシュートとしてはですね、ものすごく難しいんですけどね、はい、ここでワンツーですよね、はい、ワンツーで江尻君からいいのが出て、はい、ショートバウンドでしょ、はい、ショートバウンドでした、はい、これをね、インサイドでガチンと固めて、もう基本通りのシュートですよね、あの球が上がらずにヒャーッと低くいく、はい、あれ難しいんですけどね、はい、16番の渋谷が入れて、もう一度渋谷に戻して、上がった、いいボールが上がった、山本ヘッドで落とします、しかし加藤義行がクリアしました。既にロスタイムに入っています。ここでホイッスルが鳴りまして、試合終了、3対1読売クラブ古川電工を下しました。苦しい試合でした、特に前半古川電工に強いプレッシャーをかけられまして苦戦しました読売クラブ、しかし3対1、今日も勝ちました、古川電工を下しています。